ハレルヤあ、うん、主ああ。みなさんをすごい愛しておられる。それで、みなさんに神様が飲ませたい、食べさせたいと思ってるのは、ええ、いろいろたくさんありますが、主はいつもエキス、エキス。エキスばっかりをみなさんに飲ませて、食べさせて、それでみなさんを祝福したいと思って、 おられるそうですね信じますか、えー、疑いなく信仰によって飲み食いすればこれは自分の人生において命と祝福と力をもたらすエキスのような、えー、祝福だという,うに思って素直にアーメンといえばそしてその見事な通りに生きれば皆さんの人生には、えー、何が待ってますか 神がが約束された命と祝福と勝利待ってますよ、えー、アメリカの名門大学であるフィットン大学を主席、主席でトップで卒業したチームエリアッタという人がいます、ね。その人をはじめとして米の仲間が南米のエクアドルというところのアウ家族という えー、原住民のところへ選挙に行きました彼らは行ってその会う家族に会うやいないや槍で撃ち殺されてしまいましたあその後そのコメイの殺された選挙者たちの奥さんたちが南米の ジャングルで暮らす方法、生存する方法を学び、さらにその青家族と親しくなる方法を学び、米の夫人たちが、自分の主人たちが殺されたエクアドルの青家族の村に出かけていきます。もちろん選挙のために。 彼女らが言ってやったのは、まず、青家族に仕えて、奉仕して、自分たちの人生を献身捧げる、献身する奉仕の生活でした。彼女らが一生懸命やりました。そして、とうとう、本国のアメリカに帰る。 帰ろうとしたときに、その酋長チュジャン、青家族の酋長がこういう質問をしたそうです。なぜあなた方は私たちの青家族のためにこんなに苦労して献身しているんですかと、と質問をした。そのとき、チムエリアとの夫人は、奥さんは、私たちの主人たちが、 あなた方に、伝えダたルダに来ましたけども、あなた方が我々の主人たちを殺してしまったの。ですから、私たちが、夫人たちが代わりにまた、来たのは、そしてあなた方に献身したのは、イエス・キルトがあなた方を愛しておられること、それをあなた方にチえるイルだそだ。その イエスがよう愛されたそのイエスの愛を私たちも並んでそれでそれをあなた方に伝えたいと思ったからあなた方が我々の主人を殺した罪を許してそのイエスがよう愛されたことをあなた方に伝えるために私たちも来ましたとその時に青家族の宗長とその 全ての青家族の人々は心を強く打たれたそうですね。その後そのチームエリアとの子供が大きくなって、選挙士になりました。この人が、その殺された人の子供が選挙士になって出かけた選挙地はまた同じ。お父さんが殺された。 青家族の村でした子供が選挙室となって、青家族のところに再び行った時に、周朝をはじめとして、米を殺した人々がだけではなくて、全住民が全部イエス様を命の救いの人で迎え入れました。まだ素晴らしいのは、 手術をはじめとして4名が殺した4名がポクシーになりあとの1人は選挙士になりましてハレルヤこのイエスキルトの愛というものは何ですか今日イエス様が私がイエスがあなた方を愛したようにそのようにあなた方もお互いに愛し合いなさい と語ってますね愛し合いなさい。武田を受けて、イエス様が愛したように、そのようにあなた方も愛し合いなさいと言っています。イエス様がうまた世の人々を愛されたその愛とは、どういう愛ですか私たちが神の前で、神の敵である、罪人であり、神を裏切り、神に背いて、 神様に聞きたがわないで悪魔に聞きたう。神の敵の子として生きていたその時に、イエス・ゲトがこの通塚にかかって命の血を流して死んで終わった愛。これがイエス様が世の皆さんと私を愛した愛なんですよ。君が彼女の愛した理由はどこにあるの 彼女が罪人だから君に悪いことしたからそれを許してイエスの愛を実践するために彼女を愛したのかあ,のあるいは彼女が綺麗だから理想的な女性だから愛したのか聞くまでもないんでしょ皆さんみんな聞くまでもないの後者なの理想のタイプだからしかしイエス様が 世の人を愛した愛はそれじゃないの。イエス様の敵として、イエス様の敵たるサタンの子として、生きているその罪人ののだ。もう見た目では喜べない。顔も見たくない。近づきたくもない。声もかきたくない。共にいたくもない。本当に感情通りにすれば、 全部かき集めて地獄の燃える日の中に入れて永遠に焼き尽くしたいそういう罪人たちのためにそういう罪人をまず許してご自身を数時間につけておったそれも強いられて何者かに強いられてではなくて自ら進んで罪人たちを許してそのために自分は 十字架の苦ししみに全てを渡したわけですよこれが皆さんと私を愛されたイエス様の愛なんです。このイエス様の愛にはどういう力が、どういう力が含まれてますか罪人、敵を美方にする。敵を美方にするようなそういう力がイエス様の 愛には入ってますよ信じますかこのように愛しなさいと、イエス様が。これは新しい起きて、イエス様から世の人に与えられた新しい掟きてです。私があなた方に新しい掟きてを与えると。それは私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛することだということなんです。 これは神様からの掟きなんだから守るべき掟きだからこれを信仰によって守った人には神様からの約束された祝福がありますこの神様から新しく与えられた愛という掟きはどういう起きなのか立法全体を完成するそういう意味を持っている掟きなの立法は人が守りきれないの 1> 6 1 2もある立法をこれを守ればこれを破るようにこれを破れ守ればまだこれを破るように6 1 2を全部守りきれる人は一人もいないしかしイエス様の愛を我々がま,まともに実践すれば立法を完成したかのようになる立法を完成するということは何を意味してますか立法を完成するとは命の救いを達成する意味です達成する れるやその立法を完成された方が人の中にはいないの今までも今からもしかしそれを完成された方はイエス様なんだけども私たちがそのイエス様の愛を実践するんだったらイエス様が私たちの中でイエス様が生きるようになり立法を完成したイエス様が生きるようになりますからもはや私たちの罪も弱さもすべてイエス様によって砕かれて 私たちは、イエス様のような処理ができるようになる信じたいと思った人だけが、アーメンとアクイエス様に送る。アーメン。イエス様が、よう愛した、ような愛、それを我々が実践するんだったら、皆さんと私は、聖書の中で一番大きな、聖書の中でも一番大きな掟を守ったことになります。もちろん、神から受ける祝福も一番大きな祝福を受けれるようになります。 クリシャンとは何ですか死んで命の不可知な人が天に昇ってしまいこの世に残されたのはそのイエス様を信じるイエス様に従う皆さんと私のようなクリシャンたちですよ私たちがイエス様の大役をイエス様の代わりにイエス様のように生きてイエス様の代わりにイエス様のように暗闇の世の中に罪の世の中に 人生さまよっている人々の世界に光を照らして命に導き出す。こういう役目を果たして生きるべきなのが皆さんと私のようなクリシャンでありますよ。アーメン。私たちクリシャンたちがやるべき愛はどんな愛ですかイエス様が私たちを愛されたような愛。それを我々がやるべきですよ。アーメンですかこれには神からの 約束された祝福がありますよ。約束された祝福があるという。これより大きな起きてはない。コリントの一の手紙の12章には、神のイエスを信じて聖霊を受けた人々に、いろんな意味での力と権威を約束していますよ。病気を癒す力も、あふれを追い出す力も、予言をする力も、霊を見分ける力も、信仰の力も、知恵も力も。 いろいろと約束された力がたくさんありますがそれはこの世にはない神にしかない不思議な神秘的な力なんですよしかしそのそれを紹介したコリンテ一チの手紙の1二の一番最後の31節に最後にどういう言葉が書いてあるかというとそういう力をたまものを紹介してからその最後にはまたしかし一番最も こういう素晴らしいものが安くさっていますけれども、それよりも最も最も大きな力、人において一番素晴らしいいい道、それをこれからまだ教えると言って、そのコリント1の手紙の中3章の4節以下で紹介しているのは、愛というものが愛というもの,の、神の愛。ハ<れ>レルヤ。<れ>神の愛に対して 神の愛というおきてにいして説明をしているわけですよ。その神の愛が世にいるクリスャンたちが求めて得るべき、一番大きくて素晴らしい道、一番いい道だそうですよ。一番大きな力だそうですね。ハレルヤ。信じますかあ今日はせっかくお金の話を聞きたいと思ってきたのに、何愛の話なのか。 と思ってかっかりするような人が言いませんように。ハレルヤ、うん。聖書が教えている一番大きな道、素晴らしい道、最も重要な力、これが愛だと言う。なぜそうなのか、それは皆さんがこれから信仰生活しながら、うん、それを悟るべきだし、またそれを実践することによって、 神から約束された祝福を実際に受ける人になるべきですね。要はマテの二十四章の八節,節から九節から十二節までに、要は終わりに近づけば近づくほど人間の愛は冷えてしまい、お互いに裏切り、お互いに殺し合い、憎み合い、そして不法を行い罪を犯してしまうこういう世の中になってしまいます。人間の愛は。 要は終わりに近づけば近づくほど人間内は冷えるに冷える。で人間と人間との間にふわ不法が起きる。罪がはびこるようになりお互いがお互いを裏切りお互いがお互いを殺そうとする。これはたとえ夫婦であっても兄弟であっても親子であっても友達同士であっても同じ国民族同士であってもこういうことによっていろんな葛藤が生じ紛争が生じ 破壊が生じ、それからついには滅びが、滅びに至ってしまうと聖書は前もって稽古をしてますよ。要は今そのようになりつつあるのを皆さん聞いてみなうて今はこの目で見てるわけですよ。この目で見てる。今は一番問題が、危険が起きたときに一番疑われるのは被害者と一番近くにいる人がまず疑われる。 全部一番近い人を全部調べてから、容疑がなければだん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 捜査範囲を広げて、真っ赤な他人まで疑うようになりますよ。まずは近くにいる人が疑われますよ。これは神の言葉通りに今なっていますよ。なぜそうなのか、人の愛は、神の愛じゃなくて人の愛は、こういう直性を持ってるからですよ。 気候中心的で気候自分の欲求を満足する。利口的な愛だから。甘いものは飲み込んで苦いものは吐き出す。これが人の愛なの。今聞いたら理想のタイプだから好きだから彼女を愛するようになったの。罪人だからじゃなくて弱いからじゃなくて好きなところがあるから。 愛したと以上ンの主事もそうでしょ好きだからいいところがあるから理想の男性でしたかハレルヤ人が人を愛することは何ですか自分の好きな部分をそういう要素をその相手が持っているとは思っている それがだんだん時間が経つと目が覚めますね。目が覚めるとは何ですか。トイレもトイレにも行かないと思っていた女がトイレに行く。おならなんかと関係ない人間だと思った女がトイレおならをする。ある日、こういう話しみのならない話、幼稚な話。 でも目が覚めてないと、目っから鱗が落ちないうちには、まあそうみんな幻に見える、幻、幻想的に、目っから鱗が落ちると、はっきり見えてくる。ああ、臭いな。ハレルや。そうすると、目が覚める。そうすると、はあ、思い出すだけでも、 喧嘩的になっていた相手のことがだんだんだん現実の中で臭いところが見えてきたら目が覚めて今度は相手が透明人間になる透明人間透明人間って分かりますかそばにいても見えない存在がいてもいなくとも別に変わりがない透明人間になる関心が薄くなる 熱く燃えていた心がもう目が覚めちゃって冷えちゃってなぜ喧騒デッキだと思っていた好きな部分理想だと思っていたそういう部分が喧騒じゃなくて理想じゃなくて現実に見えてきましたから目が覚めるでも結婚した方がいいよ <laughs> 結婚とはどういう幻だろうか体験しないと人生分かりませんから若者たちは結婚しなさいよ ハレルヤ、結婚しないで幻ばっかり追っかけないで、一応やって、がっかりして、人生を見直すのが、本当の人生を分かるようになるようす。信じますか人の愛の限界なんですね。直性ですよ。誰もかもが人、人誰もかも,のかも人はみんなこういう愛をするしかないの。これは肉体の限界なんですよ。 私たちは神じゃないから神によって作られた秘蔵物の一つにすぎませんからよ信じますかああ私の彼女もそうかなと君結婚するまではよかろう結婚してみなさいよ早い人は5時間で目が覚めたとか結構、うん、平凡な人は2年で目が覚めたとか10年だっても目が覚めない人は問題のある人だな 判断力が欠けてる人なのこういう言葉がありますね。オートバイに乗って3年経っても事故に遭わない。怪我しない人はバカだと。何を意味してますかオートバイは,バイは乗れば危ない。必ず事故に遭うことになっている直性を持っているの。しかし3年乗っても事故に遭わなかったことはバカだとバカ。 結婚して何年も経っても目が覚めない人、現実がまだ見えない人、まだ幻覚、現象を覚えている人は、ちょっと問題ある人ですよ。みんなが目が覚めるのは当然ですよ。当たり前ですよ。彼女もそうだよ、君。前向って心を決めておいて。ハレルヤ。人がね、分からないととんでもない勘違いを、こと勘違いを。 勘違いいはすごい虚しいもんね虚しい今日からはっきり人を見る目が開きますようにイエスの皆で仕事いたします最初から覚悟して愛して覚悟し,して結婚して結婚してから目が覚める瞬間が来てもあんまりがっかりしないで来る時が来たんだなやっとそれからそれでも飽きないで諦めないで愛し続けるためには みんな一緒に、イエス様が、私を愛したような、そのイエスの愛を自分の中に植えつけるべきだ。これが永遠に、永遠に、喧騒的な愛を維持できる唯一の秘訣であると信じたいと思ったならば、イエス様にアーメンとおを送ります。アーメン、イエス様の愛を植えつけていけば、 今度は新しい新婚が始まると悟りますように、イエスの皆んで仕事出します。なんでイエス様の愛は、罪人でも許せる愛。罪人のためにも自分を投げれる愛。献身できる愛、犠牲できる愛。臭くても、現実が目が覚めて見え臭いのが見えてきても、愛せる愛はイエス様の愛にしか存在しませんよ。よ信じますかこの世でこれを追っかけようとすれば、 理事をつかむような虚ない結果となってしまいますよ。それはイエス様からしか見ーすそうがはできないものであると信じる人。たけがイエス様にアーメンタをしりますよ。アーメン、はあ。離婚届けに反をが起きてから、はあ、やったすっきりしたと思った人、今ここにもいるはずだね。もしイエス様がいないとすれば、 人の人生は簡単に夢が終わってしまいますよ。簡単に。みんな一緒に人は愛人は自分の有益を求める相手ではなくて自分が愛すべき哀れな存在だ。意味分かりましたか 人の愛は愛する相手から自分が求める有益がないと目が覚めるのは人の愛なこの人と付き合ってこの人と結婚してこの人を好きになって自分に何が有益なのか顔を見てるだけでも嬉しいとかご飯食べなくてもお腹満腹感を感じるとかあるいは空太郎やっていても仕事せずに 彼女がちゃんと金稼いでくるとか自分に何か有益になるところはないと絶対に人は人を愛することはできないの人が人を愛することは自分の有益をさらに求めるという意味です。アーメンですかだから何者かがあなたを愛すると言った時にはこれを考えて思い出して警戒しなさいよ。私の何を欲しがっているのか私のポケットを欲しがっているのかこの美貌を欲しがっているのか 意味が分かりましたかですから皆さんやってみなくても前もって覚悟を決めてかっかりして神聖の道間違うようなことがないように主イエスの皆で祝福いたします。アメンこれを補って1年だっても2年だっても3年だってもずっと神聖にいや生きれば生きるほどなぜこの人が なぜこの人が私の伴侶者であるのかが生きれば生きほとしみじみとその意味が分かってくるようなそういう愛をしたいと思うならばイエス様の愛を早く学んでイエス様の愛を早く皆さんが実践すればその日が来るんです。ですかだから私はねもううちの女房にサモンにいつも負けるの。 プライドなんか彼女にプライドを持って彼女に接すればどうなりますか彼女はもっと強気になりますよもっと強気に。それで結果的に起こるのは紛争、夫婦喧嘩私はもう100回喧嘩すれば100回私は先にごめんね。私が偉,く偉いんだって私の家様がそれを教えてやったの。 100回喧嘩すれば100回ごめんね <laughs> そうすると彼女が私を王様のように王様に彼女は今も私がいないとダめなのたった一日もダめなのたった一日もいないとも大変なの彼女はそれは私が彼女にプライドを立てておい,おい俺俺が王様だろう俺に使いなさいと っったかじゃなくて高ぶったかかじじゃゃななくくててぶ自分のプライドを持って彼女に押し付けたからじゃなくて私がいつも100回喧嘩すれば100回ごめんね許してよ君と会話ができないと俺もうたまらないんだ話を話そう話そうちょっとそれで私が先に彼女に頭下げたら彼女がすぐ行こうと笑って でそれから私のことを褒めてくれるのはあんたのようなボクいないねとか他のボクシの説教には恵まれないけどあなたの説教はもう恵まれるよそれで私駒をするのその時からこれがね私が怒っ 怒りっぱなしでずっと最後まで突っ張ると彼女は今度はもっと怒るもっと怒る絶対負けない見た目で分かるでしょ見た目で私に負けやない私が彼女に一生の一途でも勝つ方法があるとすればそれはイエス様の教えですよイエス様の教え彼女の前で高ぶらないことへりくだることそうすると主が彼女の心を動かして私を高めてございますよ アーメンですかあれだけ強きの女でも神様が見てお触れてくださればすぐすぐ優しくなるんですよすぐすぐハレルヤこれがいつまでも勝利できるイエス様の愛の力であることを信じたいと思った日だけアーメントエス様に送ります長尾さん 言うこと聞かない主人を操る方法は、イエス様の愛を受けて、それを実践することなんですよ。そうすれば今、今度は主人が、長をしかない、言うこしかない、言うこが一番高くなりますよ。アーメンですが、はい、泣くことないの、泣くならば主人の前で、イエス様の前で泣けばで、イエス様の愛が自分に入って、それが自分から出てくるように祈れば、主人を自分の前に屈服させる 第二の神仏が出てくるわけ。アメン,アメン今は、喧嘩することはだんだんなくなってきません、ね。すごいうち、もう1000回ぐらいは喧嘩したと思いますね。喧嘩すればすぐ私は、喧嘩を通して私が学んだのは、イエス様の愛の偉大さですよ。喧嘩すると私は全部、全部足して、 思いっきり出しても <laughs> 離婚する日も1回のけんかで離婚100回絶対にこの女とは一緒にできない俺以上俺は歯を押さないと俺はお得じゃないお得やめるもう自らにかけるの自らに絶対歯を押しますからでもねその時私が感心したのは 喧嘩し喧嘩だったりなったら彼女はねすごい落ち着くのそれが逆に嫌になるねなんで喧嘩を打ってから私に喧嘩を打って自分は落ち着く冷静になるの絶対怒らないの絶対離婚しようとかこういう話しないのそれを見て私が何度も騙されましたけども結局は悟りましたよあはこの人の強さはこれなんだ この人の強さは、喧嘩を売ってからもそれを忘れのぬ。自分で私に喧嘩を売ってからそれを忘れて、あとは自分は冷静になるの。それ以上罪を犯さない神の前で。自分を守るの、この人はね。しかし私はもう喧嘩を売られると、ああわ、ね、全部を出してから罪をたくさん犯してから考えたら、ああ、むなしくなる。これは神の前で許してないと。自分が悔い改めないといけなくなる。 それから彼女にもごめんねとイライラしてるのは私だけだから彼女は落ち着いてるのそこで彼女が私より神の愛が分かってるんだとそれを見て分かったんですねそれでだん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 私も彼女に騙されないようになって今はほとんど騙されないの 彼女の強さはイエス様の愛にあったんですね。イエス様の愛にありました。うん、皆さん、イエス様の愛はまず何ですか絶対に簡単に諦めないの。忍耐強いの、忍耐強い。私はバンバン言って言っても、<laughs> 私はもう100回離婚しようと言葉が出ていても、彼女は絶対忍耐強いの。絶対 諦めない私はもう一度の喧嘩で100回諦めるんだけども彼女は絶対諦めないのこれがイエス様の愛の強さなのハレルヤある時にここに座ってる日本人の主人が死に目に遭いましたもう体が死にそうになっていた時にその人の奥さんが私このままこの人絶対に行かせませんとこのまま行かせないっで吉江さんがよ河村さんを その時初めて分かったのあ、神の愛の一番,一番目みんな一緒に臨退強い何がってもこの怒りっぱなしの主人をこのまま生かせないって生かせないしかしある人はここに座ってないと言い,いました自分の主人が言うこと聞かない先生もう諦めようかな死んでもいいと思っていますすぐ諦めるすぐこの人は二人ともここに座っています それで私は分かったの。これに基づいて、あは、よ様は自分の主人のことをもう命がけで愛してる。絶対諦められないって。このまま生かせないって。このままこの人を救ってからじゃないと。忍耐強いよ、怒りっぱなしの主人に対して、これがイエス様の愛じゃないと絶対的な愛なんですよ。もう一人は、優しい主人だけでもちょっと最近問題があったの。はあ、このままだったら死んだ方がいいよ。 あ,あ,あんたはまだイエスの愛が入ってないから自分の主人のことを肉で愛してる。霊的には愛してない。これが私にも見えるのに神様に見えないはずがないでしょう。ハレルヤ。じゃあある人にはイエス様の愛が入っていてある人にはイエス様の愛が入ってないのか、うん、たくさん祈ってイエスの精霊に満たされないと 分かっててもためなの分かっててもできないのそれが神の愛イエスの愛は聖霊の力の一部なんですよ人の体の肉体の中には存在すらしない力これがイエスキトの愛だけでもイエスの愛は聖霊によって我々に満たされるものでありますよよしえさんはたくさん進学 進学を目指してたくさん祈のっていて、短純していて、見言を読んでいて、見言を守っていて、聖霊に満たされてるから、自分の主人にいくら怒られても、この人は諦められない。そんなに好きかと思ったんだけど、そうじゃない。イエスの愛で、霊的に、レ的に。h レルヤアメン。そういう愛が働いたら、 え以前はねもうはっきり言いますがみんな知ってる話だから以前は自分の奥さんのことを君だとかお母さんだとか全然読んだことないそういう言葉を知らない人のようにおいバカいつもこうだったのしかしいつの間にか隣にいる私たちはちょっとかゆくなるんだけどうちのおが。か,か うちのおっかがうちのお母さんが言葉が変わったんですよ。自分の奥さんのことを尊重する尊重するようになった。この二人絶対危ないと思ったの。長続きができないと思ったんだけども、この二人が一番今熱々カップルになってるね。奥さん行くどこからどこでも行く、この間。これが神の愛の強さなんですよ。神の愛は 10年、20年だっても新鮮。リフレッシュができる。ハレルヤ。アーメンですか本当にこの人だけ、この人とはもう100回でもを押したいと思ってたんだけども、イエスの愛が入れば、ただ一日も顔を見ないと耐えられないうちの奥さんのようになりますよ。正直に言ってそうなんですよ。しかし、私もそうなのたまに考えるのあるいは夢を見た奥さんが、サムニが死ぬって、 本当にサムリンが死んだらどうなるなだめだ俺は。だめだ、牧師やっていけない。皆さんの前で愛はどうのこうのと説教しているのは牧師だけども、この牧師を育てたかのように助けてきたのは、支えてきたのは彼女だからね。ハレルヤ。こういう説教はなぜするのかちょっと気に入らない私も。でも、後で私が彼女によって称えられるの。今日やった、うまい今日 今日いいこと言ってくれたよ。これでまだ彼女が私のことを高めてくれるの。皆さん、イエス様からこういうふうにいろいろと我々は助けをもらわないと絶対に人の人生勝利的にうまくいきませんよん。いくら彼女しかないと思って結婚しても2年、2年、2年間見てみよう。2年後はどうなのか、君。その2年間 聖霊に満たされて神の愛が自分の中で働くようにたくさん祈っておかないと先生に相談があります何だオよト別れたいんですよ2年だったらこういう話や相談が必ず来るはずなのそういう相談に乗る前に聖霊に満たされて神の愛が自分の中で働くようにまた彼女の中でも働くように前もって祈っておかないと長尾のようになりますよアメンです 長尾優子は今やっとさて今やっとさて今もう何でも神の御言葉通りにいくら言っても聞かなかったのいくら言ってもポクシ小言だと思って聞かなかったの神の言葉を今一歩遅れて今はもうすごい分かってね分かったでしょもう一回やるか <laughs> もう二度とそんな目に会いたくないってなんでひどい目にあったからもう二度と これ熱い熱いと、触っちゃダメだと、いくら言っても子供は聞かないでしょ、一回触らせてあげたら今度は、うん、二度と二度と、二度と触らないの。子供たち、いたずらが激しい子供たち、熱いから触っていけないよと、いくら言っても聞かないでしょ、触ってみなさいと、自分で触ってみたら今度は二度と触らなくなるの、その熱さが分かってからは、れるや。しかし、これは子供の時の話なの。 大人になっていながらもこういう人生生きると、間に合いませんいちいち大人になっては、ひどい目に合う前に、言葉が語られるその時に、アーメンと言って従えば、苦労しないで、近道をどうて勝利できることを信じますように。イエスの皆で祝福 t e で、しこくだします。アーメン絶対にもう、例外なし。私は特別イエス様が愛してくださったから、特別かなと。 思っちゃ勘違いですよイエス様に愛されてると思う人がいればいるほどあなたはしっかり訓練を通る覚悟をした方がいいですよなぜ宝石で高い宝石であればあるほど細かく綿密に磨きをかけて本当に素晴らしい素晴らしい他のものが真似もできない素晴らしいものに作り上げるためにはすごい細かいところまで磨きをかけるわけですよ悟った人だけ アーメンとは、ス様に送っハレルヤ。皆さん、ですから、主人は奥さんの前で奥さんは主人の前で、神の愛を実践して、本当に勝利して、ひどい目に遭いたくないと思うならば、プライ,プライドを捨ててください、プライドを捨てて。アーメンですかプライドを捨てないのは何ですか自分の欲求を満たすためなの。 自分が選ぶるためなの神が人を作ってその人の繁栄を作った時にお互いに助け合う繁栄と一つを助け合うこっちの弱さ,弱さをこっちが助けてこっちの弱さはこっちが助けて助け合って二人が一つになるようにこれが夫婦なの。 相手に必要なものを自分が与えるという確保で生きるのが夫婦なんですよ。神がそう作ったから。しかし罪が人の世界に罪が夫婦の間に入ってきてからはお互いに自分の好きなことばかり相手に求めるの。だからこれ円満になりませんよね。見事場に立ち返りましょう。神の創造の法則に立ち返りましょう。そうすると。 天満になりますよそれは何ですか相手,に相手から自分の有益を見つけてそれを求めるんだくて相手に何か置いて自分が必要な相手に置いて自分の力が必要なのは何なのか相手の弱さを見つけてそれを助けようとすれば自分のプライドを立てないで自分はいつも先に私のようにごめんね先に先に声かけて先にごめんねと謝って そうすると相手が今度は自分のことを高めてくれるの王様私がサムニーに「木崎様」て言ったらサムには彼女は私に「ああ王様」と言ってくれるのしかし私がバカ野郎と言えば彼女は私に言うのバカ野郎の主人すぐ帰ってるのすぐ帰ってくるのハレルリア を覚ましてよ早く。アメイエス様がね人をペ,ロペトロに子自分が天に行く前に羊の群れを任して本当に安心して天に行くためにペトロを呼び出してからペトロに確認したのはお前がこの世の何者よりも私のことを愛してるのかそれは 何ですかイエス様のと愛させるのが目的じゃないのイエス様の羊の群れを任すのが目的だ,だのイエス様の羊の群れを任すために安心して任しておけろ安心して遅球しても力を与えても安心して羊の群れをたくさん任しておいても本当に守って導いて育ててくれるようなものをペトロの力 ペテロの知恵、知識、ペテロのお金じゃなくて、ペテロが愛を抱いているのか、この中に。どうか、それを確認されたんですよ。それを確認した後、安心して、じゃ、私の必要な群れを飼いなさい、世話をしなさい、買いなさい。それから、これまでは自分勝手に来たでしょうけども、これからは私に従っていきなさい。ハルルヤ。私の愛を実践しながら、 こうおっしゃったんですよ。また、愛の人と呼ばれる人が誰ですか愛の人ねヨハネでしょ何で悩むのすぐ出ないと。ヨハネでしょうヨハネが愛の人なの。愛の人のヨハネ。ヨハネが愛の人であることを、イエス様には分かっています。イエス様は十字架に残れて最後に息を引き取る寸前に、 イエス様が母マリアをタレに任したのタレに他ならの愛の弟子であるヨハネに来よあなたのお母さんです私の代わりにあなたがお母さんとしてちゃんといただきなさい面倒みなさいこれから一番安心して任せるのは愛の弟子ヨハネでしたよハレルヤイエス様の弟子 ヨハネの中には、イエス様の礼的な愛がヨハネの中にはあったわけですよ。よ他の弟子たちはみんな準拠して、早く早死にして、この世を去りましたよ。しかしヨハネは、ヨハネはローマの皇帝がヨハネを縛って、くっつくつんぼえだつ油の釜の中にヨハネを縛ったまま投げたの。 処刑するためにそうすると油の釜に投げたのヨハネの縛られた体が跳ね返るの何度も跳ね返る殺すことはできないの殺すことはできないからヨハネをパトモスという島に島流しにしたのそこでヨハネは長生きしながらそこで何をさったんですか神様から世の終わりにこの世のこの世の本 その終わりにおいてこの世に起きるはずの秘められた神の素晴らしい計画を掲示する掲示録を記録するチャンスを愛の弟子ヨハネに神様が任したんですよこの世の終わりの最後の計画をヨハネにだけ神様が示しておったんですよ愛の弟子ヨハネは長生きしながら長生きしながらよ 最後に最後に片付ける神の計画を世にいる神の羊地の森に伝える役目を果たすことができたんですよそ。そのヨハネは90歳以上長生きしながらヨハネが悟ったのは異言でもない、余言でもない、病気を癒す力でもない神の人を口さんたちには愛が必要なの愛が。それでパトムス島から帰ってきたヨハネはもう年老いて 一人で歩くことはできない。両サイドに付き添いの弟子たちがいまして、弟子たちにすがりついたままこう、ゆっくり歩いて、うちのピーター・伝ンドシのようにです。ピーター・伝ンドシにも、一人で歩きにくいそういう健康状態だけども、でも、説教だけは私は絶対にそのまま頼んでおきますよ。なんで、神の愛を最後まで実践してほしいから。人ヨハネも つきそいの弟子たちがいて、弟子たちにすがりついて、やっとの思いで歩きながらも、ヨハネの口から出てくる言葉は、神の子一人たちよ、お互いに愛し合いなさい。なぜ、みんな一緒に愛が最も素晴らしい道であり、力であります。雨ですかすべてが廃れていきますよ。滅び去っていきますよ。全部なくなっていきます、すべてが。 でも神の愛だけは永遠に廃れることなく皆さんと私を生かす立法を完成する四国の命の力でありますから信じますかでも説教語を変えないでテーマをいつもどこ行っても愛し合いなさいばっかり説教してるから弟子たちの耳にタコができたのそれで先生また愛ですか今日,も今日の説教も愛ですか 今日の説教もありですか耳にタコができちゃいましたよ。他の説教はなさいませんかん聞き飽きて、弟子たちが。それでも、ヨハネは神の子羊たちよ。愛し合いなさい。愛が一番素晴らしくて、我々が求めるべき一番いい道だから。信じたいと思った人だけがアーメントシ教様に送ります。他の 病気を癒してあげても悪霊を追い出してあげてもその時だけああ、牧師すごいですね、イエス様。その時だけ涙ポロポロ流したら感動して感激してうーすごいですね、教会というものは。それから彼らはみんな去っていきます、みんな。神の愛、イエスの愛で結ばれた人だけが今もこの教会を成してます。これから天に行くまでもイエスの愛によって結ばれた人たちだけが天に行くまでも共に神の 愛を実践し、神の教会の柱を成していくことであろうと、信じる日だけが、アーメンと教えさまに送って、今日から私たちの体の中には存在もしない、イエス・キリストの愛が自分の中に存在し、満たされ、自分の中で命と勝利を作り出してほしいと思うならば、出ても覚めてもイエス様の精霊に祈ってください。 聖霊様、聖霊様、私の中にあなたの愛を満たしてくださいとアいて。です。私の中にあなたの愛を満たしておいさいとそうして祈っていけば、皆さんの人生が世の暗闇の世の中の光のような存在となります。そうすると、今度神様がまず皆さんを祝福しますよ。アーメンですか今日はここまで祈りましょう。